ったな。今どうでしょう。あ、大丈夫っぽいかしら。純子さん、今どうですか。よかったです。すみません。ああ、よかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ああ、ありがとうございます。安心しました。ブチって切れました。ああ、ありがとうございます。じゃあ、ここから本番なところなので、今から参ります。本番なところって。そうそう。で、まあ、ここはまだね、ここも先ほどジェフ・ドゥ・ブルジュというチョコレート屋さんの目の前ね、通りましたけれども、ここも、同じように、いろんなね、そう、今、お子様がね、自分が好きなのを選んでるんでしょうね。さて、ありがとうございます。そう、私もね、ここの、通りは、何度とも歩いて、レストランも、ご覧ください、もうたくさんの人でしょ。4月6日まで MIP TV というテレビ国際見本市も開催されておったので、ものすごい人だったんですけれども、うん、そう、ぜひね、カンヌに来たら映画祭会場とか旧市街地区だけではなくて、この一般市民の方たち、そしてこのレストラン街にもね、来ていただければと思いますが、でこのオッシュ通りも、そうなんです、すごくにぎわっております。今ランチ中と、あともね、ランチ食べられた後のコーヒーというね、ここが今日ご案内するアンスチチュジェホームデオリベイラさんのお店になります。そう、今日は青空が綺麗なんですよ。とても若手、純子さんの側の、ね、チョコレート屋さんも若手でしたけれども、こちらのジェボームさんも85年生まれですから36歳という若さ、そして20歳前半で世界のチャンピオン、ね、お菓子職人賞を取られた、チョコレートというよりもお菓子職人の方ですね。ですから彼のチョコレートも有名なんですけれども、やはりケーキ系も有名で、今ね、ボンジューということで入りました。ご覧ください、こちらがですから、ジョコさんの方にも卵がねございましたけれども、こちらも卵です。で、ジェロームさんは日本のサロンドショコラチョコレート祭典の方にも、ね、出展をされておられます。で、カンヌとそしてグラスの方にお店を構えられており、そしてグラスの方には400平米ほどある工房のを、ね、持たれておりまして、彼はもうこの時期は工房にこもりきりということになります。ですからお店の中かわいいですね。一旦こう全体的にご覧いただきますけれども、テラスもあって、だからサロンドで、ここで購入してお召し上がりいただくこともできます。まず、お、これはタコでしょうね、こういったタコ、それからウサギ1つ22ユーロですから、22ユーロですから、まあ、3000円ぐらいでしょうね。でこちらはちょっと卵の中にやはりいろいろと入って、なんか何が入っているかお楽しみということですね。ですので35ユーロというちょっとお値段がね上がってきますけれども、はい。そして今年これは新作になりますでしょうかね、こういうバスの、わかりますでしょうか、バスの形、コンビという形のこれケーキなんですね。ただチョコレートでコーティングされております。
1つ、これは39、まあ、40ユーロといたしまして、まあ、あの5000円弱になりますね。だからこちらにこういう感じです。そう、とってもね、あのなんていうメルヘンチックと言いますでしょうか、すごくあの子供心くすぐるあのチョコレート、これケーキになりますね。こういうイコーヌ、これはホワイトチョコレートで作られておるものになります。だから彼はもう本当史上最年少でね、あの賞も取られて、そして2011年にこのカンヌで、その後グラスの方にお店を構えられたという、まあ、独立されたということになります。そしてもちろんババアオラムですね、こういったものもございます。はい、そうですね。だから割ってもちろん全部食べれるんですけれども、もったいないのでね、そのまま飾っておいておく、あらなんとなく日本みたいな感じの招き猫ちゃん的なものもねありますけれども、これはミルクチョコレートで作られているもの。あとあら南仏らしい猫ちゃんですね。あ、クマですね、水着姿のクマという17ユーロのミルクチョコレートのものもございます。それからもちろんジュフォームさん、タルチーヌというですか、パンに塗ったりするこういうあのココナッツ、それからクルミ、あクルミねという、まあ、そういったあのものもありますし、もちろんマシュマロもね、銀モーブもございます。買いたい、出ましたね、ジュリアンの坂岡さん。それからこのコーズドゥメ、これはあのバラの形をしているチョコレートなんですが、グラスの方にやはり工房があるので、5月のバラというグラスのバラを使って、そしてチョコレートやケーキなどをあのジェロームさんは作られております。贅沢にもバラをの花びらをそのままミキサーにガーってかけてね、そしてチョコレートに混ぜられたりケーキに混ぜられたりとしますので、ふわっとやはりとてもエッセンスよりもやはり本当にすごくねいい、販売がこれはありましたか、バラ、5月のバラ、そうすごくねふわっといい香りがやっぱりいたします。あーサロンドショコラで、やっぱりそうですね、もうグラースコーズドゥメと5月のバラ、もうその名前がねついております。そしてあら卵が売っているというわけではなくね、これももちろんチョコレートになります。卵の容器に入っているチョコレートですから、まああのそうバラのとかもございますね。そしてチョコレートだけではなく、やはりこのジュホームさんのところで召し上がっていただきたいのはケーキ関係になります。もうパティシエのねお菓子職人として、昨年もあのお菓子職人のまた賞を取得されておられました。獲得と言いますね、獲得されておられました。こちらはタルトレットタタン、だからリンゴがのですね、タルトレット、まあ、1つ6ユーロという若干お値段は少し高めかもしれませんけど、だいたい 4.5 とかね5ユーロぐらいのところは多いんですけれども、すごくね手の込んだ飾り付けと、でそして洗練されているこのすごく、あ、いましたね、パリブレストなども、うん、1つ6ユーロ。プラリネをね使われるっていうのがすごく多いんですが、こちらのパリブレストはもちろんプラリネ、あとレモンのタルト、これメレンゲのものとかですね。そして、まあ、あのタルトレットも普通のタルトではなく、おそらくあのガレットブルトのようにサブレ生地を先にあえて作って丸くね焼かれて、で中央に少しくぼみをつけて中にクリームと、そして野いちごとかいちごなどを、ね、組み合わされているというようなタイプの盛り付けになりますね。でこちらはもちろんホールで、そして私らのストーリーズでも載せさせていただきましたが、これがですね購入したものになるんですけれども、結局中ケーキなんですね、エクランバブルケーキですから、丸いケーキを半分に切って、ああゆかりさんです、そうなんですよ、いやいやいやあの中丸いものをね切って、その中に例えばこれいちごと
オレンジの花なんですね。で奥がバニラで、その一番奥のピンクはバラとフランボワーズなんですけれども、あ、バラをね先ほどちょっと私家で食べたのですが、あのそのケーキを1回半分に切って中にフランボワーズのジャムがを、まあ、サンドされております。でそしてその周りにバラのエッセンスが組み込まれたチョコレートでコーティングされているんですけれども、あの砕かれたナッツがこのように入っておるのですごく食感もあって、ケーキとチョコレートだけですとなんかこう食感が足りないのですが、ナッツが入っているおかげですごく美味しくて、バラの香りが最後にねふわっといたします。ぜひこちら一つ、1ユーロ60セントなんですけれども、結構ボリュームあるものになります。ぜひ、そしたらレモン味のものもねございますし、ピスタチオとか、うん、でこのように10個入りとかね、こういったものでお好きなものをお選びいただくこともあります。そうなんですよ。そしてはい、多分見られたことあるチョコレートかもしれませんね。サロンドショコラに行かれたことのある方はジェロームさんの本当オリジナルのねチョコレートになりますけれども、しずくの形をしているこれトリュフです。そしてこれがキャラメルが中に入っているもの、あとはガナッシュチョコレート、もちろんミルクチョコレートとブラックチョコの組み合わせとか、あとはご自身でお好きなものをね組み合わせていただける、こういったセットでとてもなんかおしゃれな、ね、デザインなんですけれども、そしてあとは板チョコもね、もちろんそう有名ですよね。こちらは板チョコ系です。こういうね、M&M's が入っているようなタイプのねのもございますし、そうこちら一つのタブレット、もちろんミルクチョコレート、ブラックチョコにあのプラリネとか、あの結構人気なのがこの塩バターキャラメルのが美味しいらしく、8ユーロ50セントなんですけれども、このしずくりね、なんかまあ割って食べやすいですよね。うん、そうというものなのがございますね。はい、あとはあのもうヌガーもねございます。まあお土産で買われるのでしたら、あのやはりこういった箱に入っている板チョコ、あとはこういった少しねセットにもなっているのものございますし、あこれなんかアコーディオンみたいなねほら鍵盤になっているものもありますね。なかなかそうおしゃれなのが多いんです。そして他にも今の時期のこの卵のおしゃれですね、お花がデザインされているものもございますよ。はい、こういったものなどがあって、あと子供はねこういった棒についているのを食べながらね歩かれたりっていうのもございますね。ん？ Hello, bonjour, oui, bonjour, Christophe. Hello. Excuse-moi, juste une question. Qu'est-ce qu'il y en a dedans dans les œufs? Là, c'est un chocolat noir, mais dedans vous avez une friture, petite friture. Ah, d'accord. C'est-à-dire? Ceci. Ah.この卵の中にはこれらがいくつか中に入っているということになります。この中にね、はい、これがですので36ユーロ、そうそう、もうね食べる前も美味しそうですし楽しめますし、食べるとき割った後のね楽しみもありますね。そうで、あと同じくね、そしてなんとここではアイスクリームも食べていただけます。タルトシトロン、レモン風味、そしてカシス風味とかキャラメルクッキー、あいいですね、ミントチョコとかチョコミントとかね、こんなのもあるかもしれませんけれども、ですからあとはまあここで
カフェをしていただいたり、そういった場所でもあります。なかなかそう、落ち着いた雰囲気の店内になりますね。そう、ジェロームさん、女性の喜ぶツボ、そうですね、デザインもそうですし、うん、そう、こういう感じですね。いかがでしたでしょうか。で、純子さんのところの、オートンティックアビニオンチョコレート屋さんと同じく、フランス国内の方には、配送はしておるんですけれども、このジェロームさんもやはりその海外の方への配送は残念ながらしておりません。でまた特にこの卵型のねチョコレート関係などはもうぜひこの復活祭時期に来てくださいというジェロームさんの昨日ねお言葉がございました。もう、ですから、そう、かわいいものがたくさんねございますので、ぜひぜひお越しいただき、あとはまたサイトの方なども掲載させていただきますので、ぜひぜひご覧いただき、そう、華やかなで、外でもねテラス、今日のようなもお天気がいい時には外でのテラス、そう、そうですね、ジョホームさんのホームページで見ていただいて、購入されたいものを告げていただいたら、私がその宅配のサービスをしてお送りすることはね全然できるんですけれども、もうお店側はやはりいろいろと、もうフランス国内のみにもう限定されているようですので、まあそういった、もしもねなかなか来たくてもまだ来ることができない、ちょっとねフランスへのご旅行になりますので、よろしければ、例えばこのホール関係もね、あまり食べにいただければと思います。はい、という形になりましたが、いかがでしたでしょうか。ちょっとね、いきなり電波がパチパチと切れてしまいましてね、申し訳なかったんですけれども、うん、はい、何かご質問とかございますでしょうか。大丈夫でしょうか。はい、それではね、純子さんを、純子さん、はいはい、入ります。華やかなチョコレート屋さん、チョコレートですね。そうなんですよ、もう本当にね、この時期はやっぱりカラフルになりますよね。普通のチョコレートだけではなく、ね、こういう装飾関係なども色とりどりになりますしね。ねえ、うん、でまたこの時期だけですからね。うん、なんかお菓子の形のね、チョコレートとか、そうそう、あれ僕、うん、あ、コンビっていうね、こちらもう一回や、うん、うん、バット、これでね、本当、しかも上にちゃんとねサーフィンも乗ってるんですよ、ほら、あ、そうなんや、サーフィンの板も乗ってるちゃんと、ね、すごい。本当、こういったね、想像力もやっぱり必要ですからね。うんうんうん。はい。あとそう、これ、ね、パネトーネっていうね、イタリアのパンも、ちょっと中で見れませんけれども、大きなパンです。というのがありますね。はい。こんな感じです。ジョンコさん、今どこにおられるんですか？のタンチュール通りと、この水車が見えるんですけど、はい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 、昔にこういった織物とかね、染め染めの産業が、ね、ありまして、こういったこの水車がねありますので、
そうですね。ヒルヒルラッサラブみたいな感じですね。あ、そう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 。で、この通りに少しね、はい。うん。残って、ちょっとこれだけがちょっと出回ってたので、ちょっと、ここの、出回ってる前に、はい、はい、います。確かに、アビニョンは、人がいない。そうですね、ここ、ちょっと、裏通り。裏はもう、人、ね。うん。で、この正面がね、もう城壁なので、ほんともう城壁が、はい、正面に、ね、見えますので。うん。ちょっとシッターが、ちょっとね、静かなね、一曲ですけども。はい。キャンチュール通りです、うん、そうそう、フランスもそうパネトーネをね、作られて、あの小さなタイプのものから大きなものまでね、作られているもの、あのところもございますね。あの朝食とかね、あとあのちょっとおやつにね、皆さん食べられたりしております。そうそう、今ね、お客さんがほら、卵のがサーファー、スタートにここになっちゃってる。髪の毛もちゃんと作られてる。ほら、ね。髪の毛もありますね。そうそう。ね、チョコレートの周りにね、お花が飾られてるのって、なんかね、すごいね。チョコレートの周りに。ね、いいですよね。うん、ね、うん、はい、これはもらってね、喜びますよね。はい。笑んといてねって言わなかったね。食べないでねって言わないと、そうそうそう。食べれないね、食べれないね、このね、チョコレート。ね、こんなの。はい、こんな感じでした。はい。後ろも行きたくなりました。ね、ほんと。そうそう、何がしか、卵サーファーです。そう、卵サーファー。そう、今日みたいに今、風、まあね、サーフィンができるような高波は、地中海はないですけれども、サーファーが似合う今日のお天気ですね、今日もね。ね、うん、そうそう、ね、イースター楽しいですよね、ウィンドウショッピングするだけでも。うん、楽しいですよね。うん。うん、はい。そういうことです。ただ、こういうことで、そうそう、純子さん、最後はアビニョンと、そして私はこのチョコレート屋さんで。終了となりますけれども、はい、そうですね、はい、うん、シーターね、結構、うん、動いてますね。はい、いい感じですよ。盛り上がると、そうですね、まあ、そうですよね、はい、うん、じゃあそろそろ画面を変えましょうか。はい、そうしましょうか。私は店内でじゃあ、じゃあ、はい、ちょっと、はい、お疲れ様でした。ゆかりさん。お疲れ様でした。はい、はい、な、ここにしようか。ここに食べてもらいましょう。はーい、お疲れ様でした。そうなんですよね。アビニョンもね、少し入るといい遊歩道があったりいたしますし、カンヌの街も、一歩二歩行くと、こういった一般商店の街、うん、などがね、たくさんにぎわう通りがたくさんございますので、やはりぶらぶら散策していただくお時間というのは必要ですね、純子さん。ね、はい、ね、ちょっとね、通るとね、ちょっと入るとね、またね、いい感じのね、雰囲気のね、違う通りがね、うん、うん、では、はい、本当に今日もありがとうございました。ありがとうございました。イースターパックのチョコレートをですね、ご案内させていただきました。また次、純子さんとまた企画してライブご案内いたしますので、次回もよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。はい、うん、そうです、バレンタインチョコの後はイースターチョコになります。うん、そうですね。まあ、そうでなくてもね、シーズンだけじゃなくても結構チョコを消費しますからね、フランス人はね。うん、ね、そうですね、うん、はい、はい、はい、ではまたこちらこそお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張ります。頑張りましょう。はい、じゃあどうも、失礼します。はい、どうも、失礼します。